大分市で開かれたこのイベントは、子どもたちに食への関心を高めてもらおうと、食育スクール青空キッチンが開催しました。今日は3歳から6歳までの子どもが、佐伯市の名物、ごまだしうどん作りに挑戦。調味料を量ったり、包丁を使って食材を切ったりと、自分で料理を作り上げる達成感を味わっていました。骨を取るのが楽しかったです。みんなと楽しくできて嬉しかった。イベントは夏休み中、合わせて6日間行われ、子どもたちは今後、鶏天や痩せ馬も作るということです。